ジャブをスウェーで避ける方法をあなたに講します。ジャブをこのスウェーで避ける方法をあなたに講解。このジャブですね。こういうジャブ。このジャブを普通はパーリングしたり、スリップしたりします。で、これを今回はスウェー。スウェーっていうのはこういう風にして相手のパンチを上体を後ろに反らして、主にこうフックとか、アッパーとか、ストレート系とか、そのパンチを空を切らせる防御技術になります。で、スウェー、体重を後ろへ。で、上体は次のパンチが打てる姿勢でいけたらいいし、実際はこういう風に後ろに、反ってしまうこともあります。で、体重がこう後ろへ、上体が後ろへ移動する。で、ジャブが来た。どうするか。こうジャブが来たら、簡単に言うと、距離感。これを測らないといけない。自分で、ジャブが来た。相手のジャブがこう飛んできたら、自分がこのスウェーをどのぐらいすることによって、その、ジャブが当たらない距離まで、上体を反らせるか。これを、相手のジャブのこの踏み込みとか、伸びとか、そういうものを見極めて、上体を後ろへ反らす。そしてパンチが当たらない角度、距離を保つ。こうジャブを打ってきた、それに対して、もうこういう感じ。で、寸前で止まるか。相手のジャブが止まるか。という感じで、このジャブを避けるという感じです。なので、一番はやっぱりどう見ても距離の感覚ですね。それを磨かれていけない。なので、相手にこうジャブを打ってもらって、スウェーね。このスウェーで、ふっと。この距離感の感覚、やっぱり実践練習、マスボクシングとかで、相手に対して、この距離で打ってきた、この感覚で打ってきた、この雰囲気、この飛び込みで、踏み込みのステップで打ってきた、相手はこういう感じだったら、こういうところでパンチが止まるんだなとか、一度経験をして、爆発をこなして、このジャブに対してのスウェーの練習する。後ろでそらす。っていう感じで、この距離をね、練習しないといけないということなんですよ。その辺を踏まえてトレーニングしていくと、このジャブをスウェーでかわせるように、あなたもなっていきます。ジャブをですね、スウェーして相手のパンチを空を切らせて見て、もしくはトレーニングをどんどん楽しんで、またよりボクシングを面白くしてください。じゃあですね、また続き公開していきます。じゃあ、ここまで見ていいねと思ったあなたは、いいねボタン、お願いします。で、チャンネル登録もしておいてください。で、また続きを公開していくんで、次回の動画、もしくはボクシングジム宮上で、トレーニングでお会いしましょう。それでは。